京都大学の総合人間学部文系で合格した杉谷陽希くんに来てもらいました。イエーイ。1年で京大に合格するための実力をつけた秘訣。一元化の音。ズバリ一元化の音。これ全部まとまってるの？そうですね。すごい。おみんなロトリオスになる、人間なさロトリアゲになる、おのみんなの。これは圧巻やね。偏差値70の受験生は実はみんなやってる勉強法です。受かりたいならそろそろ本気出せ。どうも、いばしおりです。今日は今年なんと京都大学の総合人間学部文系で合格した杉谷陽希くんに来てもらいました。イエーイ。おめでとう。京大総人、なんと再受験で ね、 そうですね、合格して、一浪目の時にね、同志社大学に合格してたんですけど、まあ、京都大学目指すも50点差で不合格になってしまって、うん、まあ大学通ってたんだけれども、とあるきっかけでね、ちょっと京大受験を始めると、ちょうど1年ぐらい前よね。そうですね、5月。そうそう、5月に京大受験をすることになって、そこからもうね、大学生のね、かっこいい衣装を脱ぎ捨ててもうね、反転をね着て、もう受験生モードにパチッと切り替えて1年間走り抜けてね、なんと無事に合格できたということで、本当に成績もすごく上がって、もともと1浪目の時にネックだった数学、英語数学でちょっと失敗しちゃったっていうのがあったんだけど、やっぱ英数落としちゃうと結構大学受験は厳しくて、もうそこをその高年に関しては英語と数学がもうぐんぐん伸びちゃったと、うん、成績も身長もぐんぐん身長は伸びてないし身長伸びてない、伸びてない、そっか、ぐんぐん伸びたっていうことで、じゃあそんな陽希くんに今回聞きたいのは、1年で京大に合格するための実力をつけた秘訣をみんなに教えてあげてほしいなと思うんだけど、ズバリ言うと何ですか？1浪目の時はやっぱこう知識としては覚えててやってたんですけど、こうそれがこう使える知識になってなくて、はい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 、それでこうできる時はできるけどみたいな波があって、うーん、思いついた時は解けるけど、 そうじゃない時は全然解けないってなってた。そうですね、うん、で頭を整理するためとか、やっぱこう使える知識にしていくっていうのは常にこう意識してますよね、うん、うーん、でそのためにやってたこう対策というか、具体的にやってたみたいなのってある？そのためにこうしてたみたいな。やっぱズバリこう一元化の音。ズバリ一元化の音一元化っていうのはこれやね、実物が。なんとこれ陽希くんの一元化ノートって言って、一元化っていうのは例えばその反抗証拠を反復していたりした時に、苦手なところとか問題とかっていうのが出てくるよね。でそういったのをこの例えばノート見開き1枚とか紙ペラ1枚にまとめていくっていうのが一元化だから、例えば分かりやすく言うと英単語帳を反復していったら、こう10個中1個がなかなか覚えれないみたいな単語って出てくるやんか。なんかそういうなかなか覚えれない一個をこういうノート見開き1枚に1ページにまとめていくと、1冊分の苦手な単語が1枚に収まるっていうふうになった時に、たった1枚に収まったってなったら、人ってどういう気持ちになるかっていうと、あとこれだけで完璧になる、あとこれだけで覚えれるっていうふうになるんですよね。そうやって一元化していくことによって全体像がパッと見ることができて、勉強のスピードや効率を上げていくっていうのが一元化のね、凄さなんですけれども、これをずっとやってたと。そうですね、1年間やってたみたいな感じ。そうですね、もうずっとやり続けてました。やり続けてた、でね、すごいのがこうやって一元化していくじゃないですか。でこうやって陽希くんの場合、こうやって1冊2冊にわたってるけど、これを何回もこう反復していくと、その中でも得意苦手が出てくるから、うん、またこの1冊がまた1枚に収まるっていう風になっていって、うん、どんどんその自分の苦手分野が圧縮されていくんですよね。これは偏差値70の受験生は実はみんなやってる勉強法です。っていうので、ちょっと今回この陽希くんにこの一元化ノートの作ったそのポイントとかコツとかを教えていってもらいたいと思うので、ちょっと中身をね見せちゃってもいいかな。そうですね、いいかな。全然いいです。大丈夫、見せちゃって大丈夫です。この宝物の大事なノートの、じゃあ見せてくれってこと見せてくれるということなんで見せちゃいます。じゃあこの
もう陽輝くんが大事にしてた一元化ノートの中身を見せてもらいたいと思います。じゃじゃん。お、まずこれ鉄壁の単語リストから始まってます。お、ずっと単語が続く感じかな。そうですね。でも何回も反復したんだよね。何回も仕分けしたり仕分けしたり反復して、しかもこれすごい几帳面にね、これカッターで切ってんのかな、まっすぐに。そうですね。うん、なんかこういうの作る時のなんか意識してきたこととか注意してたことってある？まあ、できるだけ綺麗にっていうのと、うん、使いやすいっていうのは意識してて、うんうんうん、使いやすさ、例えば使いやすさっていうとどういうところに表れてる？水のりでつけちゃうと、うん、あのなんていう、硬くなるというか、あっていうのがそうですね、嫌だったんで僕はこうテープのりでつけてて、うん、で角とかも剥がれにくいようにっていうのを意識してました。うんうんうん、リングノート使ってる理由ってある？やっぱこう、うん、僕あの見開きのやつでやってたんですけど普通のノート、うんうんうん、あれこう剥がれてきても切れちゃってみたいな、それがちょっと嫌だったんで。なるほどね。逆に言えばそこまで反復してたってことやね。かさばってくるというか、うんうんうん、普通のノートってここがこうなってて、なるほど、バーってなるんで、それが太くならないもんね、背表紙が。それが嫌でてリングノート選んでたと。なるほど。その後例文暗唱が続いて、ね、パラパラっと見ていくと、お、これは英文法かな。一問一答。一問一答。これは文法です。ミスターステップアップのオリジナル教材でございます。私も受験生の時完璧にしてましたね。でさーっといくと、これは手書き、鉄壁のミスったやつとか、うんうんうん、覚えにくいなっていうやつを集めてきたやつです、ね。この1枚だけ？そうですね。すごい。だって鉄壁って5000個ぐらいあるでしょ。そのうちのもこれだけ。すごいね、そこまで追い詰めた。これがまあ一元化の本当に典型例だよね。何回も反復してもなかなか覚えれないのをこうやってキュッと1枚にまとめるっていうのがコツです。でさらにめくっていくと、この白紙用紙と白紙はなんかあるの？そうですね、開けてただけ。なんか途中で来た時に、うん、あの、うんうん、これとかも途中でまあ鉄壁のが、うんうん、まだもっと増やしたいなみたいな、はいはいはい、とか来た時のために一応開けてはいます。なるほどね。いろいろ考えられてるよね、本当に細やかに。で、古文の単語が来ました。おー、消してるのはもう完璧になってるっていうものかな。古文ですね。お、なんかちょっと雰囲気が変わった。これは古文敬語かな。そうですね。これ全部まとまってるの？これで。そうですね。すごーい。あえて尊敬語、謙譲語、丁寧語をこう単語一個一個に分けて、うん、でかつこうバラバラにするっていう。単語一個一個に分けてバラバラにする。なんかこう、うん、敬語の参考書とかやと、うん、そうですね、ハベリ総論がまとまってたりとか。あー、なるほど。意味でがちゃんこしてるっていうものが多いよね。意味とか、あの謙譲語がこう、うん、合わさってて、はいはいはい、おぼすおぼしめすが一緒になってるみたいなとかがあって、うん、そのまとまって聞かれたら答えれるけど、うん、一個一個出てきたら答えれないとか、うん、気づかないみたいなのがすごいあったんで。そっかそっか。参考書やったらまとめ、意味でまとめられてるから。 でも本番って単語だけで出てくるからね、うん、そうですね。なんかちょっと実践に向いてないなと思ってまとめ直したってこと。そうですね。でもこれどうこの赤を言えるようにしたってこと。もう1個これ聞かれたら全部言えるっていう状態、うん、全部言える。この四角の枠の中がこれ聞かれたら全部言えるっていう状態、うんうん、なんかめっちゃ長いのもあるけど。そうですね。じゃあもうテストしていい？マジですか。あの、まあ、ちょっといきなり無茶ぶりなんですけどもう余裕らしいんで行くよ、はい、じゃあ長いの行っちゃおう。ハベリ、お疲れする思考数を控えする、それが謙譲語で、丁寧語があります、おります、ございます、何々です、何々ます、何々でございます。上に動作対象を表す、にがあったり補いに対するときは謙譲語、補助動詞のときは丁寧語。マジでとどまるところを知りません。じゃあ次、
メス。お呼びになるおとりやすになる、人間なさるおとりやげになる、おのみんなの飯がおむしになる、おのになる。これは圧巻やね。これはすごいわ。1,2,3,4,5,6,7,8 個意味あるからね、これ。やばいね、これ。え、どうやって覚えた？その音読？いや、もう言いまくりました。言いまくった。ねえ。そうですね、もう勝手に出てくるっていう感じ。ぐらいずっと言ってた。どういうタイミングで反復してたの？もう朝ですね。基本朝の午前中までに、その固定の、維持の勉強を全部終わらすっていうのがルーティンだったんで、午前にもうこれ一冊ガーってやっちゃって、これはすごいわ。しかも字が綺麗。それが何よりって感じ。古文が続いてからの手書き、これ英語公文だよね。美内先生の教材ですね、これは。いや、これもすごいな。識別。そうですね。古文なんか力入ってるな。そうですね、もう、なんか古文って結構覚えることってそんな多くないんですけど、それがちゃんと使える知識になってるかが、やっぱ教材でも本当基本的な文法とか助詞とか単語っていうところで、本当にそれが取れたら全然合格点、楽々いくみたいな状態になるなって思ったんですよ、過去問解いてて。でもやっぱ基本的な知識が使えないみたいな、そこでやっぱこう識別って言われたら全部答えれるように したいなっていうのがあって、ルーラルとかの識別やと、こう上に対象を表す2があったり補えたらって聞かれた時に、まあ受け身って答えれるっていうのが、まあ最初第一段階だと思うんですけど、それ答えれてもなんか本番ルーラルが出てきた時に気づけないみたいな、そうだよね。なんかもう緊張したり焦ってたりしたら ねすっ飛んでいくもんね、そういうのって。でもルーラーが来た時点で、ルーラーの識別ってで11個も覚えてたら、もう一個一個確認するだけじゃないですか、だから絶対そのどれかやからっていうので、こう一個一個確認していくっていう作業でができるっていうのが、こうやっぱ実践を意識して覚えてましたね。でも本当になんかもう考え方がもう数学とも全く一緒やね。数学も三角形の面積って言われたら、公式6つから探していくみたいな感じやけど、古文ってちょっとセンスとか、国語ってセンスっていうイメージがあるけど、実はちゃんと覚えてるかどうかっていうところもめっちゃ大きいってことやね。そうですね。でこれでだいぶ古文って上がった、これやって。いや、だいぶ安定しました、ね、安定した。やっぱこう現代文ってちょっとこう差が、波があるじゃないですか、もうどれだけできるようになってもちょっと波ができちゃうんですけど、やっぱ古文はもう基本的なとこは絶対押さえるってやったら、それだけで合格点いくんで、そこがこう安定したことが、こう国語自体が最低ここまでは下がらんみたいな、ここ以上は下がらないみたいな感じで安定してきたなっていう、はい。もうこんなんも全部見せちゃって、もう大丈夫、もう出血大サービスだけど。本当にお手製で一生懸命丁寧に作ったんだなっていうのが伝わってきました。さっきのね、おきくんの話を聞いても分かる通り、1年で大学点合格できた秘訣っていうのは、この本番で得点するとか本番で解けるっていうところをベースに、ずっと知識と実践とつなげていてたっていうところに本当に秘訣があったんだなっていうのが本当に分かりました。でやっぱりそれ分かってても落とし込むのってすごく難しくって、やっぱりこれも作るのも簡単じゃなくって、めちゃエネルギーかけてるよね、これって。そうですね、だから本当にそこってただ覚えたらできるとか得点になるっていうものではない部分っていうのも、大学受験ってすごく大きいから、そのどういうふうにこの、ね、実践に落とし込むか、そこにどれぐらいの努力が必要だったのかっていうところをこの動画で感じてもらえたら、京都大学に合格する感覚がみんな今ねインストールされたっていうことだから、早速一元化ねノートを用意して、何か反復した教材とか苦手な科目の苦手な分野の何か公式をまとめてみるとか、ぜひちょっと実践してやってみてもらいたいなと思います。やっぱ知ってすぐやるってことで感覚って身についていくので、忘れないうちに本当にぜひやってみてね。はい、ということで今日はようきくんありがとう。ありがとうございました。じゃあこれでですね、また別のバージョンでもようきくんのエピソードをお届けしたいと思います。ということで、受験をなめるな、イバンでした。ようきくんでした。バイバイ。バイバイ。
3月21日月曜日祝日、私と湯の段で無料オンラインセミナーを開催します。全教科全国模試1位の勉強法の秘訣が学べたり、東大や医学部など最難関大学への合格の秘訣など、 E 判定から大学点合格するための方法が学べます。詳しくは下の概要欄に参加 URL があるので、みんな来てねー。